私と申します。ダルマジノさんは半年ぐらいじゃないかな、5月ぐらいに来たような気がします。春に来て以来、毎月来ようと思っているんですけれども、うちの素敵な奥さんですね、ダメ出しを出すわけでございます、なぜ水曜日に行くんだと、水曜日は私は会議があるんだと、飯誰が作るんじゃっていう話になりましたですね。いやー、そうなんですよ。で、例えば前来た時は、なんか中華料理かなんかサザンパスとか来たんですけど、本当そうなんですよ。今日はブロックベーコンが待ってたので、しめじを買ってきてですね、ちょっとパスタを作って、でパンだけちょっとガーリックトーストにしてきました。そんな感じで、さっさっと来て、あとご飯これとこれと、このドリンクは、ビールでもいいし、三ツ矢サイズでもいいので、ということで、じゃあ、って言いました。明日もちょっと実はね、場で歌を忘れてもらったことで、2日連続なんでね、非常に申し訳ないなというところで、今日は帰ってからですね、理由してしまう。それから寝ようかなと思います。何時だろうな。ちょっと頑張りますので、そんな、奥さんの、素敵な奥さんがね、許しをいただいて今日やってまいりますので、ご協力をお願いします。すみません、私、オリジナルをいつも歌ってるんですけど、今日はもうカバーでいこうかなと思って、歌います。これは1978年、中島みゆきさんが歌ったんですけど、その後、桜田淳子さんがカバーした曲ですね、化粧という曲があるので、これです。せめて今夜だけでも綺麗になりたい。今夜私はあんたに会いに行くから、最後の最後に会いに行くから、私が出した手紙の束を返してよ、誰かと二人でやめてよ。思い出された昔を胸に抱えたら、見慣れた夜道を走って帰る。流れる涙が心で止まれ、流れる涙がバスが出るまで。
これ1986年の歌なんですけど、30年以上前の曲なんですが、俺すごく好きで、最近になってやっとカバーができるようになったので、これを歌います。ネットソーシャルでこの前聴いてもらったんですけど、徳永英明のレイニーブルありがとうございました。次は浩平くん、お願いします。
します。立ちで。
満足しました。信じていたのに、これが
して読み合う名前がこだまし始める。
夜だけ、はい、水曜日夜だけ、ね、東京から帰ってきて、実は私すごい前に何回か来たことがあって、木川さんについてなかなか、ね、あ、違うよ、そう、バンド見に来てる、はい、そうなんです。それ以来その6年ぶり、6年ぶりと前に来た、加えてすぐの時は僕もあのカブノベルにしたので2回くらい行ったことある。今日、2000円くらいだね。簡単にそろえてた。あー、それが面白いな。すごかったね。はい、はじめまして。よろしくお願いします。でもちょっとあの知った顔があって安心しましたね。初めて次の違う目標ができる。大丈夫ですか？原因がごめんなさい。我々あのスチャルドと言いまして三河の方でやらせていただいてます。割と暗い曲ばっかり歌いますんで、ゆっくりお酒で飲みながらね聴いていただけると。さっきあの小田和正さんのおかげだって話だと思うんで、歌う曲をちょっと やばいなと思ったんですけどね。あの実はこの間僕らも2人で小田和正さんのライブ行きました。行かれました？あの僕ら見ませんでした。いや実はですね、あの小田和正さん僕ら隣に来ましてマイクを向けられました。あのマイク手握っちゃう、緊張してて手握りまくってスタッフにギッと睨まれて。そんな方から、ご存知なく人は一緒に歌ってください。言葉にできない気がする。
みたいなハイトーンの綺麗な声じゃなくて、このダミ声で歌ってますけども、安定のメイン声ねえ、まあ、本当に、こんなダミ声で、ね、あんまりこう聞かなくていいんじゃないですか、ね、ありがとうございます。我々の歌というよりもこの曲にこう思いがあったりして、ね、曲ですけどね、でも新たに入れてよかったなっていう、こう曲なんですけども、なんか余裕気分、これは弾かない、最近こうギターを始めましてね、まだまだ初心者なんですけど、一緒にね、いろいろとやれたらいいんだなと思ってますけども、次の曲はメロディーという曲を聴いてます。何も好きだった君がいたこの街に、今もまだ大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて、あの頃は何もなくて、それだって楽しくやったよ。メロディー泣きながら僕たちは幸せを見つめてたよ。懐かしいこの店の隅っこに置いてある寄せ書きの端の方を君と書いたピースマーク、みんな集まって泣いて歌ってたね。
の頃は何もなくて、それだって楽しくやったよ。メロディーいつの間に大切なものなくした。ありがとうございます。